マックスマシーンマックスマシーンとは、コモドールが日本向けに1982年初めに設計、開発したホビーパソコンである、ムーミン社を輸入販売元とし、同年11月より発売された。コモドール64の前に発売された。日本以外で実際にこの製品が売られているのを見かけたという報告はないなお、コモドール64のマニュアルには、 アメリカ合衆国ではウルトマックス、ドイツでは VC-10 の名称で記載されている。これはコモドールがこの製品を世界的に発売する予定だったことを示唆している。本体には2.5キブのラムしか搭載しておらず、ソフトウェアはロムカートリッジを挿入することでロードされる。表示には通常のテレビを使う。CPU とチップセットは コモドール64と同じであり、マックスマシーン用、ロムカートリッジは、コモドール64でも動作した。ロムカートリッジで、マックスベーシックという言語が供給されていた。ベーシックが使えて、キーボードも内蔵しているものの、基本的には、家庭用ゲーム機としての利用を意図した機種である。カセットテープレコーダーを接続して、プログラムのセーブが可能だったが、フロッピーディスク、 プリンター、モデムなどを接続できるような入出力ポートは存在しない。日本ではビッグマイ -1001 よりも低価格で発売された。アメリカではビッグマイナス -20 とほぼ同価格で発売が予定されていた。PCG 機能しかないビッグと比較してマックスマシーンではスプライトやハードウェアスクロール機能があり解像度も高いなど、 マックスマシンの方がグラフィックとサウンドの機能は優れていたがビッグ -1001 の方がメモリが多く拡張性もありすでに多数のソフトウェアが発売されていたソフトはロムカートリッジによりゲームを中心に21本が発売されたゲームソフトの価格設定は2800円と他機種よりも安価に設定されていたが人気アーケードゲームを無断で移植したようなゲームも 少なからずあった。サードパーティーの参入はなく、ビッグマイナス千一に引き続き、HAL 研究所が開発を参加していた。新世代、ゲームビジネス日経 BP、1九9五年、p 百四十八、ABC テレビゲームファーストジェネレーション第二回、TV ゲームグラフティー、1八十四年日本編ファミツードットコム2 0年十二月十四日、山崎伊佐夫。 家庭用ゲーム機コンプリートガイド主婦のともインフォス情報者2014年 P30 ありがとうございます。